未来。ってお前の強さを、ウルトラマンメビウスの強さを、タロウに証明してこい。おい、お前今何つった？そうよ、未来君がメビウスなわけね。未来君の腕にメビウス、同じものが。未来よ、メビウスを返さないでくれ。これリュウさんだ。さあ帰ろうか。はい。過労みたいですね。安静にしていれば回復します。怪我も治らないのにあんな壮絶な戦いをしたんだもの。バカが、自分ばっかり。いきなり倒れたからびっくりしちゃったけど、でも未来君気持ちよさそう。そうだな、この分ならすぐに良くなるだろう。みんな分かってるだろうけど、私たちだけの秘密ね。分かってますって。今までと同じです。未来は俺たちのアミーゴ、仲間だ。ああ、仲間だ。そうだ、倒れたんだっけ。リュウさん、みんな、インペライザーを倒したとき、僕の体に炎が生まれた。炎が生まれたことによって僕は強くなることができた。
かし、どうしたら炎を生み出すことができるのか、僕にはまだわからない。わからなくてもいい。今は、このまま地球に残って、仲間たちと戦っていけばいい。大丈夫か？はい、ご心配おかけしました。ねえ、これは？さあ、小水隊長のお誕生日なんです。ちょうど外出中だから驚かそうと思ってさ。病み上がりらしいが、君を手伝いなさい。なんか子供頃に戻ったみたいで楽しいですよ。はい、わかりました。どうしたの？プレゼント買い忘れてますよ。え？第一、何が一番喜ぶんだろう。あ、隊長といえば、やはり、やはり、あれ、ですよね。よし、未来、お前、プレゼント用の豆買ってこい。はい、豆ですね。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。さあ、急いで急いで。お誕生日おめでとうございます。びっくりした。ありがとう。自分でも忘れていたよ。隊長、ケーキのろうそくを消してください。じあじ。さあ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 。よいしょ。9月未来。隊長、僕たちからのプレゼントです。ありがとう。何かな。何かね、楽しみだ。隊長の大好きなものですよ。おー、何かね。未来、あれはそのあれなのか。はい、豆です。豆は豆だが、よくわからないんですけど、時期外れって言われて探すのに苦労しました。龍のせいよ。ちゃんとコーヒー豆と言わなきゃ。そうですね、ちゃんとコーヒー豆って言っていれば、ね、うん、俺か、そう、俺のせいなのか。しかし、コーヒー豆と節分の豆を間違えるとは。君は宇宙人か。うまい。で、まあまあ、ありがとう未来。これならみんなで年の数だけ食べられる。さあ、開けよう。あ、あとこれお土産でもらいました。ガイズスペーシーより緊急連絡。 V88 を含む怪獣揚撃衛星5機が何者かに破壊されました。これによりガイズスペーシーの防衛網に大きな穴が埋まってしまいました。復旧のめど？現時点では見込みが立たない状況です。あれはなんだ？これがモスクワで確認されたもの。そしてこれがパリ。その他各地で目撃情報が相次いでいます。これは一体どういうことかね。ガイズスペーシーは未確認飛行物体を過去に何度かキャッチしていました。ただ V88 で敷かれた防衛ラインに存在するため、強引に地球に接近しようとする宇宙人は今までなかったんです。ディフェンスラインの穴を狙われたわけだ。ガイズスペーシーと共同で可能な限りコンタクトを取ってみます。頼む。佐古水隊長、先制攻撃をして撃ち落とすわけにはいかんのかね。宇宙人との接触はデリケートな問題です。まだ未確認飛行物体が敵対する存在であるとは分かりませんし。そ
うしてのんきなことをしているから地球が何度も侵略されそうになったんじゃないのかね。どちらにせよ全世界レベルの問題です。総務部が何らかの決断を下すでしょう。外事総本部はこれから1時間以内に未確認飛行物体が何らかの意思を示さない限り総攻撃をかけることを決定しました。先ほど外事総本部は今から1時間後の3時40分未確認飛行物体に対し総攻撃を行うことを決定しました。攻撃は AZ2006 によって行います。更新の状況は？ダメです、何も返ってきません。ああ、円盤が来た。ついに来やがったか。これは今地球を取り巻いている未確認飛行物体とは確実に違うものです。なぜだ？巨大な生命反応が検知されるからです。この円盤は生物です。生きてる円盤って。円盤生物か。これはアウトオブドキュメントにも記録がない新種の円盤生物です。確かガンフェニックスはまだ修理が終わっていなかったのでは。い、飛べるのはガンブースターのみです。なんたることだ。マリナ、ガンブースターで出撃。リュウとミライはガンスピーダーで地上から応戦。ガリス、サリーゴー。CNG。隊長、僕たちも現場に行かせてください。お願いします。円盤生物が発する電波が紛れ込んでくるんです。これ日本語？日本語？ウルトラマンメビウス抹殺死抹殺死死で抹殺ウルトラマンメビウス抹殺抹殺ウルトラマンメビウス抹殺メビウス。まさか捨てるかよアトリングデトロイター。未来大丈夫か。ミュウさん、僕は行きます。あの円盤生物は僕を標的にしている。僕が倒します。リュウさん、僕がじゃなく僕ら。そうだろ。はい、必ず勝つ。
Yes!
いいチームだ、本当に。地球を取り囲むようにしていた未確認飛行物体たちが次々に消滅していきます。円盤生物が撃退されたことに呼応するかのように次々と。我らがガイズジャパンとメビウスの連携に恐れはなしたのでしょう。そうだ、よかった、本当によかったな。よかったよかった。あの炎は仲間たちの思いが灯らせるんだ。仲間たちのおかげで僕は強くなることができるんだ。太郎兄さんもだから僕を地球に残してくれたんだ。未来、何やってんだ、会えるぞ。ありがとうみんな。だから早くしろって。はい、早く。未来、野蛮で暴力的な地球、私の怒りと憎しみがあるか、決して破壊と戦いをやめない。そんなに地球人が憎いか。ああ憎いな。殺されたメイク星人、私の父だ。次回、怪獣使いの遺産。